コマネコとは、日本の人形アニメ作品。NHK のマスコットキャラクター、どうもくんを手掛けたスタッフが作成した。タイトル名は、コマ取りをする、猫だから、コマネコ。2003年、東京都写真美術館の、家庭を見せる、展覧会。絵コンテの宇宙イメージの誕生点で、撮影現場そのものも展示してしまおう、という試みから、 シネマライズで5話完結のシリーズとして、1分ほどの、ショートショートフィルム、コマネコはじめの、一歩が公開された。それを見て、コマちゃんのファンになる方が急増。2006年4月、DVD、コマネコはじめの、一歩が発売。同年冬、長編、コマトリエがコマネコが完成。全国劇場公開された。2007年4月、DVD、 コマトリエがコマネコデラックス版が発売。2008年2月、モスバーガーのモスキッズメニューのおまけで、コマネコパラパラ絵本が配布され、6月に第2弾が配布された。同年7月、ニンテンドー DS ソフト、コマネコ DS が発売。2009年7月、ホンダフィットのプレゼントキャンペーンにおいて、キャンペーンキャラクターとして、コマちゃんが登場。同年11月7日、 コマネコのクリスマス迷子になったプレゼントが全国劇場公開。同年12月2日には DVD ボックスの発売された。2010年8月、コマちゃんが第一三共ヘルスケア、過去の RV に下流のイメージキャラクターとなり、同年10月からの CM で谷村ずきと共演。2011年12月17日と12月31日に、 ドワーフのアニメ映画祭りと題して、他のドワーフ作品と共に、コマネコのクリスマスと、本当の友達を、劇場公開。2013年2月23日、コマネコのお留守番が、川本喜八郎人形美術館で公開。2014年2月24日、コマトリ映画、コマネコ&、コマネコのクリスマスの24時間上映をニコニコ、生放送で、生配信。 来場者数14万人で放送終了後のアンケートでとても良かったが99.4%と2個性、歴代1位の記録となった。声はカートゥーンネットワーク放送時のキャストコマちゃんはコマ、取りする猫。今日も一生懸命にコマ取りをしています。絵本手を描いたり、手作りでお人形や背景も作ります。準備が整い。 8ミリカメラで撮影を開始しますが、ハエが飛んできてアクシデント発生。コマちゃんの作品は無事完成するのでしょうかお気に入りの8ミリカメラで野原の撮影をするコマちゃん。撮影に夢中なコマちゃんはファインダーの中のことに夢中で外のことに全く気づきません。幽霊がゆっくり近づいてきてコマちゃんを驚かそうとしますが。 壊れたラジオの修理にやってきたラジボーとラジパパ。ラジパパはラジオを直そうとしますが、ラジボーは機械いじりが大好きな男の子。コマちゃんとラジボーはいいお友達になれるのでしょうか。ラジボーが飛行機のラジコンで遊んでいるとカラスが邪魔をしようとやってきます。ラジボーは改造ラジコンでカラスをやっつけようとしますが、ある日家の外に出かけたコマちゃんは、 雪男と遭遇してびっくりします。でも、だんだん雪男に興味が湧いてきた、マちゃんは雪男を撮影しようと、毎日お外に出かけます。しかし、そんなある日眠っている間に、大事なお人形をなくしてしまいます。果たして、お人形は見つかるのでしょうか。そして、雪男の正体は、おじいちゃんがお出かけなので、マちゃんは、一人でお留守番することになりました。 その間に立派な作品を作ろうとタイプライターに向かいますがなかなかうまくいきません。しかも雷も鳴り出して怖いお留守番になってしまいます。そんな時に元気づけてくれたのはどんなに離れていても思いはきっと届く。コマちゃんはクリスマスにパパとママに会えるのを楽しみにしています。そんなコマちゃんの元にパパとママからちょっと早いプレゼントが届きます。 袋を開けると、そこには可愛いお人形が、大喜びのコマちゃんでしたが、そこにはクリスマスには帰れないと書かれた手紙がありました。すっかりいじけてしまったコマちゃんに友達の発明少年ラジボーがある提案を持ちかけます。ほか、ありがとうございます。